年寄随能は、源年寄によって書かれた、家論書。1113年成立と考えられている。別名、年寄九伝、春飛章。関白、藤原忠実の依頼によって、彼の子である安子のために書かれた作家の手引き書きである。説は色が濃く、構成に一貫性はないが、和歌の故事などが詳しく記されている。当時の和歌の役割は、貴族の社交生活の儀礼ないし遊戯として認識されていた。よって、年寄の論点も、個人の心の慰めとしての歌より、公的催しに詠まれる、晴れの歌に集中している。だから問題は、和歌の言葉が一首全体の中でどれだけ美的効果を上げられるかにある。おほかた、歌のよしというは、心を先として、珍式不死を求め、死を飾り読むべきなりと説き、歌の詩と思考の働きということを、具体的な例下を引いて説明している。それまでの歌論的成果が吸収されているとともに、新しい和歌の変質の予感を微妙に示している点で、歌論史上画期的な書と言える。ありがとうございます。